大腸菌、大腸菌菌バストロービエ、ボランチでもやっぱさ、もらった後にサポートがいないと無理じゃん。はい、皆さんそれでは、はい、タムケンさんがもうアメリカに旅立ってしまったので、はい、タムケンさん本当に不在、まあ、あの野中の初練習です今日は。はいはいはい、ギリギリでしたよ。大丈夫大丈夫、それでは入りながら、それでは入り、もう一回ちょっとタムケンさんに向けてちょっと緩んでるんじゃないですか。あーやめてんな、もういないからいいやみたいな。ちょっと俺に薄いしな今日。グラス買ってもらって薄い。そうそうだわ、そうそこで、すいません、もう一回やらせてください。はい、皆さん、有観客がね5月5日に終わりまして、結果負けてしまったと 3-0 です。はい、はい、リーグのね最下位はちょっと確定してしまったんですけども。あそうか、確定したんですか。確定ですよ。まだ全然あるんですか。もう確定してますよ。最後の試合で勝ち点が、ゴールデン勝ち点、バラエティー、オーナーライブだったら、オーナーライブだよ、ライブだよ、採用してもらわないなんて。今までそれやってきましたもん。サッカーのリーグはそういうのない。ないですか。ないんか。最終戦勝ち点20、すごいさ、自分に言ってくださいよ。そんなとこに呼べない。そんなリーグに呼べない。銀のボール3連とか試合中にボールがない。ちょっと現実を受け止めよう、そこは。すいません、そこはね、はい、で優勝も決まったというところで、はい、やっぱり勝ちが見たいと思ってます皆さん、スマイラーズファンは。やっぱり勝ちどころ、うん、絶対そう。はい、というところで、ですね、坪井さん、はい、ちょっとね、あのこれまでの振り返りというか、というところをちょっと。そうですね、まあ負けている、最下位は決まった、はい、うん、けれどもやっぱね最後まで戦っていかなきゃいけないということで、まあ、あのいろんなことがあると思います。負ける原因はたくさんあるんで、だけどやっぱり前向きにいきたいということで、まあ、いろんな試合見てもそうなんですけども、やっぱり皆さん前向きで非常にいいと思います。でいろんないいシーンもあります。で僕はやっぱ欲張りなんで全てを求めていきたいと思ってます。楽しいはもちろん楽しいです、ね、で局面負けない、フィジカルも負けない、そういうトレーニングをなんとかやっぱり頑張ってやっていく。あとはまあ戦術的にボールを動かすとか、守備で数的優位を作ってやらせないとか、まあ、そういうことも全部こだわって、もう最下位なんで、ね、こだわってやっていきましょう、ね、最多得点は狙える。最多得点はまだ狙えます。チャンスだ、まだいけるでしょ。5点とか取ればいけるんじゃないですか。まだ5でいける。5じゃ無理じゃん。6試合やった。最多得点1人の、あそれもいけるし、チームとしての最多得点も10何点ぐらい取れば、私の9番なんだね。すごいよ、まずここからですから。逆転得点入ってここからです。まだ1位とか2点とかすもんね。だってまたか君とかでも3点、そうそう、いけるいける、全然あるって。ゴールデンボールさえ決めちゃえば。そうなんですよ、あれさえ投入していただければ5点分のね、5点分と言われてる通常ボール。ないです、通常ボールで取るんですよ。通常ボールで、なんでまあ最後までちょっと前向きにしっかりやっていきたいなというふうに思っているので、まあ、タムケンさんがちょっといないってことはね、はい、僕もすごく不安ですけど、はいはいはい、ね、みんな暴走し始めたらどうするんだっていう。そうです、いやちょっと不安ですね。ね、不安は。不安でちょっとお腹痛くなってきちゃう。大丈夫？大丈夫？ちょっと不安でね、お腹痛くなっちゃってきちゃって、ちょっとこう大腸菌が。あら、あれですよ。本当に大腸菌、大腸菌。これ近いと大腸菌菌。そう。遠近の近で、遠いと大腸菌炎。ミュージックスタート。電源入れます？編集でドリームでもない。今はね、もう一回言う？ミュージックスタート。この感じがいいんじゃない？また。あれどうした？どうした？雨。雨降ってる。明日行った。ミュージックスタート。ミュージックスタート。ミュージックスタート。
大腸筋大腸筋筋大腸筋大腸炎大腸筋大腸筋筋大腸筋大腸炎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 ずっとずっと大腸炎永遠大腸炎いや大腸筋大腸筋筋大腸筋お腹痛くなくなりましたならいいけど緊張が解けたってことね。あ、よかった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 。緊張解けちゃダメでしょ。ここから頑張んなきゃいけないのか。まあいいだろ。マジで意味わかんない。本当にオリベラート。大空翼って言います本当に大空翼本当に意味わかんないじゃん。ちょっとちょっと何言えよ。何言えよ。ダメだろ。ナストロービエ。大空翼もう本当にクワッチーサビラクワッチーサビラ沖縄の方言でいただきますって言いました沖縄の方言に大翼ないですからトロフィーナマッソリーこれ一緒でドロフィーナモッソリエ意味を言ってくれ一緒でドロフィーナモッソリエ他んじゃないの一緒で強引に自分で終わらせなきゃいいのようるせえようるせえよあれうるせえはアルベリニン語でファンディキンドンです逆いけんだはアルビニンギン語でチョンブルレア言えてないんだよ。いや俺なんで出てきた。あれあなたの名前を教えて。あなたの名前を教えて教えて教えて。三二一。滝目川滝岡です。滝目川です。滝目川さんか。え、何それ。一万。最悪一万です。以上でございます。今日はもう坪井さんにまたメニューを考えてきていただいたんで、そうみっちりやります。はい、はい、でその前にですね、実は今日ゲスト呼んでおります。ゲスト、はい、滝目川さん。フライングゲストゲストで来ました。ゲスト滝目川さん。ゲスト、え、あれゲスト、なんで一人なんで、どうした、どうした。あ、上松です。あ、上松さん、どうしてそうなったの。なんでそう。いや、ちょっと今日雨なんで、うん、濡れちゃいけないんですよ。え、なんで手術したんで。手術って言っても軽い手術でしょ。ワイヤーが今4本刺さってます。ごめんなさい、濡れちゃいけないんで、ちょっと今日はテントの中にいます。なるほどね。濡れたらダメなんだ。で、ちょっと弱まってきたらこうやって出たり。濡れるとどうなる。濡れると取っちゃいけないんですけど、ガード一回取って一回消毒しに病院行かなきゃいけないんで。ごめんなさい。そんぐらいデリケート。じゃあ濡れた方がいいな。じゃあ冒険なしで今日はもう本当ここいます。以上です。ゲストもう、ゲストがね、ゲストが来る。ゲスト、ゲスト、ゲストの話ですよ。ゲスト5分ぐらいで終わりますって言ってあって。で、雨ずぶ濡れじゃん。そうなのよ。ゲスト来てると。ゲストの方あそこに来てます。あれ？傘あるのに。今から来られる。誰かの、誰かの。
サッカー好きだからね、サッカー好き、サッカー好き、めちゃめちゃ手間取ってる、めちゃめちゃ手間取ってる。しかもピッチ入らない。あれ多分厳しく育てられたピッチに入らない。交代した選手のあるね。そんな任せても大丈夫。大丈夫。結構走ってくれる人なんだ。何か日本で最初にサッカーって言った人、あフットボールなのに、本当はフットボールなのにサッカーって言った人。残念。違うんだ。分かってます。じゃあちょっと、一言。声で分かんない。世界中のスマイラーズファンの皆様、こんにちは。あれ？え？誰？うわ。わかった。こ、ね、これです。サマリアだねチームに取材なんか来てくれないんですか。普通だな。確かに。違うだろ。もともとお笑いもすでに好きなんですよね。そうなんですよ。もともといろんなライブは行ってまして、そうなんです。ただね、今日やっぱり取材に来たのは、普段こうネット越しの情報だと分からない話を聞きたかったんですよ。ちょっとあのあまり穏やかじゃない話を。チームコンテンツで聞いて、我々何で伝えますか。何ですか。まあちょっと分かんないんですけど、イージーさん結構今までの動画ではメイン張ってるじゃないですか。メイン張ってる。ちょっと被ってる来てる人がいて、イージーさんのポジションが危ういらしい。誰が言ってるんですか。まあちょっとソースは言えないんだけど、その競ってきてる人が涼星さんなんです。でも正直に言わせてもらいますけど、はい、僕だけじゃなくて新メンバーもほとんど今力ありますから、お笑いすごいですよ。でも正直食われてます、ね、これがスマイラーズですよ。バトルしてください。いやそこはもうやっぱりしっかり臨場していかないと。戦う気はないんですか。いや常に切磋琢磨よ。ちょっと待ってくださいよ。マジでイージーさんはこれしかないから。ちょっと待ってくださいよ。いやそんなんじゃもう来ましたわ。あーもうプッチン来ましたわ。あープッチン来ましたよ。なんだってこっちもね、プッチン来ましたわ。おーやってやろうじゃねえか。来たかって、生まれちゃうぐらいですわ。生まれちゃったな。俺がどんぐらいプッチン来たかって。行きますよ。こんぐらいプッチン来ちゃったよ。お前何してんだよ。やれよそれ。バンってでも口とか入ったら面白かったじゃねえかよ。じゃあ使ってみろよ、言ってくれてるから。おめえいい加減にしろ。プッチン来ちゃったわ。やっぱりなんだよ。でわ、お前いい加減にしろ。マジでいろいろ考えました。おい、いや、もう書かれてるんで。あ、書かれた。何て書いてありますか。プッチン来なかった。
プッチン、プッチン来なかった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、毎回いてください、毎回いてください。新しい形が見えました。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はあの試合に入っていただくことお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあちょっとで、ここから真面目に、つぶさん、今日練習は何を？今日はまずウォーミングアップしてもらって、はい、しっかりボールをやっぱ動かしていく、まあ、試合見てもやっぱ修正に回ることが多いんで、守備の練習をとも思ったんですけど、やっぱり攻撃したいです、点取りたいです。なのでやっぱ自分たちがボールを持った時にしっかり奪われないように、するちょっとポゼッションの練習、スモールエリアでのポゼッションの練習を一つ、それとちょっとゴール前で、ディフェンダーの選手たち、後ろ目の選手たちはしっかりボールを持って相手のフォワードのラインを剥がしていく、作業をしたいです。やっぱりクリアしてしまうシーンであったり、簡単にボールを失ってしまうシーンが多いです。なのでそういうシーンをなくしていくためのトレーニングで、それに逆かはフォワード側は逆に守備、前から行く守備、相手を、まあ、前にこう侵入させない、運ばせない、そういう守備を意識したようなトレーニングを一つしていきたいと思ってます。でその後は大きいゲームします。やっぱりゲーム体力は大きいゲームで走ることが一番つくんで、みんなに足りない部分の一つかなと、やっぱ今までの試合見て思うので、体力的な部分も戦術的な部分も技術的な部分も全て求めていきます。そういうつもりで練習に取り組んでください。はい、はいはい、では練習やっていきましょう。はい、こっからだ、こっからだ。カズさん、あれ流れ間違えました。さっき撮ろうでしたっけ。さっき撮って、ちょっとあれ誰誰ってなって、ちょっと徐々に声出して、声出して、あ確かに、あちょっとで声だけでバーってあれかなと思って、意外とその顔分かっちゃうんじゃないかなっていう。あちょっとすいません、めっちゃ迷って、すいません、声の方で本当は誰もう一回撮る、もう一回撮る、これあのほんまにあの今のでまあ大丈夫今ので1個目ごとだったよ。ごめんなさい、それもう揉み消すらやめてください。今また誰だかどうか、あ誰だ、誰だ、誰だ、俺が見せたよ、それは俺が見せたけど、目がもう捕まってる、捕まってる、やばい。あのね、あっちの方が面白いと思う。はい、そう、いや、その今三島さんが話してるからちょっと聞かないと。楽しいと真剣、吐き違えないで。雨がすごいの、あ、そういうんじゃない、それ一番やばい。それが高いじゃん。それの練習遅れちゃうもん。そういうことじゃなくて、ちゃんとやる。ごめんもう。あ、ごめんなさい。それ。そういうのじゃない。そういうのじゃない。そういうんじゃなくて。認めよう。そう。認めましょう。最初は。気をつけてくださ、今のやっちゃうと僕が悪く映っちゃうから。もうそれ気をつけて。なんか打たれてる。これをやってくれとかはいいんですけど、楽しくやるのは、はい、ちゃんとやるとこやんないと。わかりました。で、揉み消そうとするのもやってください。はい、わかりました。もうみんなに伝えてきます。はい、もう大丈夫。一回自分の形作れるから難しい。それで一回形作って笑いが難しいね。でも話を聞いてたら、やっぱイージーさん、カウボーイキッカーズ言ってるみたいに若手が浸水してますね、イージーさんに。そうですよ、完全に。ああ、いいです、カウボーイさん、いいですね、そういうことですよ。出したやつがもう一回動き直してちゃんと受ける。そう、動き直しね。そこまで考えてパス、パス、ただただ回せばいいだけじゃない、ちゃんとパスの距離、角度、パスの長さ、強さ。だって回す練習じゃないの、はい、結局、この今のこの練習とかもどんだけ一人多く顔出して数的優位作ったらボールは通るじゃん。プレッシャー来るんだけど、持ってる方は焦らない。そう、焦らない。プレッシャー来るんだ。だからフリータッチだから。これはまさに俺も試合中思うね。別に自分もさておきとかじゃなくても、自分含めてだけど、やっぱり焦りすぎてる。中盤ないし、まあ要するに背を向ける人相手に。ディフェンダーの選手はうちは安定してると思うのよ。後ろも焦らずつなげるじゃん、ゴールキーパーも、はい、ゴールキーパーとディフェンダーはさ、つなぎができるんだけどさ、
確かに2列目以降がやっぱりどうしてもボールを回すっていう、もしかしたらそういうサッカーをしてきてないのかもしれないし、ボールロスト気味です。そう、ロスト気味で結局じゃあ失うのが怖いから、あ大丈夫、当て大丈夫、すいません、失うの怖いから蹴るって、結局それって失うのと同じだから、ミスなんて起こるからさ。最初の3秒よ。小学校とかってもう取られたら取り返す、うんうんうん、でもこれめっちゃ大事だと思う。いやもう今のトップレベルも全部それだからね。戦術とかはもちろん大事ですけど、取られたやつは取り返しに行った方がいいと思う。そうだから、まさにその横文字ネガティブトランジションって言って、そのネガティブなことが起きた時にどういう行動できるかで、どの位置でも取られた時にすぐ2人3人でパッていける、うん、じゃないと。そうすると攻撃が始まるから、そこから取られたで終わる。そう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 、あるね、後ろの人からしたら見えるだろうね。まさに今の坪井さんがおっしゃったこのショットで相手に縦パス入った後サポートっていうのは、それがフォワードでもそうだし、ボランチでもやっぱさ、もらった後にサポートがいないと無理じゃん。その動きがないじゃないよね、うちのチームは。あとそもそもボランチとかフォワードの人が収めることもちょっと怖がってるというか。今の騎士のもらい方がうまいのよ。キーパー結局トラップするときに逆の動き入れれるって一番大事で、あとはもう、あとはボール蹴った返しだと思うんだよ、ここから。あれってもう感覚ですよね。感覚、ボールをトラップするときに相手が詰めてきてて一個、そう、後ろに一個引くとか、空間把握能力っていうのか。これってでもどうなんですかね、できる人とできない人はもう一生できないんですか。一生できないというか、本当のことを言うとゴールデンイズ世代でやっとかないと伸びづらいっていうね。スポンジ世代のときに、若いときにそういうプレーの繰り返し基礎を学んでると。でも逆にたまに大学サッカーで一気に伸びる選手って、それを教わってこなさすぎて知らなかっただけだから、技術だけはある。そうってなると大学サッカーでいきなり化けること、そういうこと。これマジで言う、指導者の人を聞いても。その河合さん、雨男っすか。うん、でもないですか。そこまででもない。いや、あのスマイラーズ初の雨なんですよ。でもいやいや、もう勇気持ってね、間間で、こう引くから、ここ、そう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 、引いたら、これオフェンスラインでも言えることで、結局引くから裏が開く、裏取り引くから引くって、もうこれ一番サッカーの単純な原理のところ。今の素晴らしいね、比嘉がもらいに行く、そこ空いたところ、空いたところの杉が利用する、で最後サイドが駆け上がる。いきなり、そうだね、あのいきなり試合で熱い振りなんかしたってサッカーの神様微笑んでくんないから。いいこと言うな、マジで見てるから。それが俺の肉離れ見たらわかるでしょ。そんなご都合主義でいかないの。ちょっと練習試合点取りましたし、こうしてもらう。本当にだってありえないぞ、こんなわけのわかんない。あーナイスボール。やっぱナメのこの縦刺すはね、でもこんだけナメが練習で刺すことやってくれてるから、縦パスをこれ俊平とか比嘉もすごく意識づいてくると思う。もっとまあ練習時間少ないのはしょうがないけど、やっぱ試合でさ、本番ぶつけ本番でやりましょう感が今まで多いから、こんだけ坪井さん今見てくださってるから。ないっすよ、ないないない。まして私たちみたいなレベルの人間に、こんだけの人たちが、大人が動いてくれて。浜崎さん、ロシア行ってますか。やっぱそうっすよね。え、ワールドカップですよね。そう、ついててほしいのに帯同してます。すごい。同じ雨の中、わけわかんねえ。浅野じゃないのよ、あれ縦尾なのよ。だから山さんまだ勘違いしてるから、浅野キャップを譲って、あれ縦尾だと思ってるかもしれない。そうだから、あれ違うってなったら戻ってくるかもしれない。あのズームでいいやって、この距離からも。でも言わない方がいいっすか。言わない方がいい。もう夢見させておいてあげよ、山部さんにも。山部さんやめちゃう、うん、やめちゃうよ。山部さんまだ夢見心地でいさせよう。だからほら、坪井さんの横にいて浅野を見てんの、多分ワールドカップだ。うわ、夢見てるわ。夢見心地だよ今。蹴りながら行け、蹴りながら行け、もっと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 、蹴りながら行け、これ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 、ゴーゴー、ナイスだ、ナイスゴール、ナイスゴール。あ、これいい守備。
ここからネガティブトランジション取った後、取った後、取られた後、そうでオフェンスはシュートよ。今のシュート打たなきゃダメなの、ね、今の庄司のとこ、庄司あんだけうまいんでシュート打てんだから、これも決めないとよ。でまだ打ってるからいいじゃない。あの庄司の横パスはもう本当、俺もやるがちだしみんなやってるけどダメよね。打たないと、打たないと。まさに今キーパーよりが分かるでしょ。横パスの方が全然、だって横パスしたとこでシュートの入る確率なんて変わんないからね。でこの練習もなんで今坪井さんやってるかって、点取るためじゃん、はい、どっちにもですね。そう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 、守備で何、はい、取ったら点取れるじゃん。一発目の攻撃、そうそうそう。でここ斜めに入る、はい、キーパーも、これがめっちゃ繰り返したらめっちゃでかいと思うんです。前の斜めに入る、ダメなら戻す、これはいい守備だね。さあ、岡田だね。初ゴールじゃないかな、スマイラーズに入団してもしかしたら練習も含めて初ですね。嬉しいじゃないですか。いや本当に長いトンネル抜けました今。ケチャドバだよ、ケチャップドバッと出るよこれ。なんか守備できるんですよ、守備のやっぱ守備の原則、原理原則分かってるから。チャレンジしたらカバーするとかさ、中切るとかさ、シュートを立てる、まあ難しいけど、攻撃よりはやることはっきりしてるから、はい、守備の新しい戦術ってもう出てこないじゃん。おういい、ね、ちょっとなんか自信つけたんじゃない。あの一人いない、一人いない、ナイスナイスキーパー、キシいいよ、キシだよやっぱり。もっと軽いよそこ、軽い軽い矢吹、誰かのやつを取り、ナイスよ、ナメグナメグ、やーナイスボールだけどな。そう厳しく、マキいいよ、グーよ。あーすいません、じゃあお先失礼します。失礼。だ、え、だ、誰？だ、君。君だ、え？あ、お笑い芸人の江戸川ジャンクジャンクの竹雄で、普段朝のモノマネやってるんですけど、ここからライブなんでコントモード突入。なんか、すごいチャットコントモード突入。コントモード突入？右打ち？それ右打ち？パチンコでいう右打ち、当たりも当たり、角円入ってます、角円入ってる、コントモード突入、コントモード突入、角円中だ、角円中呼ばないダメ、今8連続してます。突入したのね、お疲れ、はい、笑い取ってきます。おーダサいな、あれ、あれあったよな。さあ始まりました、今日は平尾井のゴールキーパー、それからガラスのエースとともにこの試合をお送りしてまいります。ビーマスさん、イージさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。紅白戦ということで、まあ、今日はまあイレギュラーでゴールキーパーにリブス青チームにマリン選手が入っています、はい、一応、はい、ゴールキーパーの経験もある、あのオリンピアコスの、はい、アンダー20チームの第4ゴールキーパーまでは駆け上がったと。第4までいったんですね、はい、庄司は右に開いて中での勝負になる、牧野がヨロセクシーセクシー、なんだ